亡くなった人に対してリスペクトを示してないことだと僕は思います。はい、強くて、ケンシロウのことで言うと、これは僕も強く思っていることで、きっとケンシロウもすごく言いたかったことだろうと僕は想像するんだけど、なんで日本はこんなに言いたいことが言えないことになっちゃったのかっていうことなんですよ。それをずっと多分ケンシロウは言ってるんですよ。僕も本当にそう思う。何が怖くてみんな言いたいこと言えないなと思う。ね、みんなもっと見てもらいましょう。賛成、ね、それはもう個人もミュージシャンもメディアもみんなそこですよ。全部入りましょうとか、政治家もしますからし、言いたいことが言えないぐらい嫌なことはない。そうだね、これが2009年に言ってた話ですよ。これだからなんで日本がこんなに言いたいことが言えない国になっちゃったっていうと言ってたんですけど、僕はね、この時よりも今の方がもっと悪いと思うんですよ。山本さんが言ってた2009年よりも今の方がもっと言いたいことが言えなくなっているというかね、そういう意味で聞いていただいたんですけどね、もう一つね、